スパイの同人生活です。このゲームはスパイゲームなのかよくわかんないけど、まあでもステルスミッションがあったりとかだから、まあスパイかなとちょっと考えました。それじゃあ続きをやっていこう。よし、とりあえず下に降りることはできたから、こっから敵を、お、無線が入った。ローマが下の階に爆弾を仕掛けてるわ。分かった。じゃあ爆弾を探し出して、またあの GPS、 おっと、おお、これはこれはどうなの、ヘッドショットしてくれって言ってんのこれ。なんだこの悲しい感じ。ああそう、ここは降りれるのか。こっちには行けないと。いや、今はしゃがまなくていいか。最初のミッションだからこれ多分簡単だろうしな。おっと、これはどっか行っちゃった。あ、戻ってきた。戻ってきたところでヘッドショット、グッドナイト。おー、降りちゃった、降りちゃった。降りるのはまずい、降りるのはまずい。あっぷねー。あっぷねーよ。びっくりした。本当大回り、この主人公のこの。これは下なんかあんのかな。おっと、なんか爆発音が。やばいやばいやばい、上がってくれ。あ、そっちじゃないのか。はい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 。あ、そう。じゃあヘッドショットで殺すまでだよ。じゃあな。爆弾発見です。え、どういうこと。発信機をつけるから。ああ待ってくれリオ、こいつは他のと違う、タイマーが短い。ゲーム、それは違うわ。まずい。どういうこっちゃ。他のと違う、タイマーの時間が短い。いや、それはタイマーの時間が短かっただけでしょ。別に他、なんで英語なの。 Don't have a siphon filter、 セーブしてください。これでセーブコンプリート。プレスバツじゃなくてペケペケ to continue。あ、続けりゃよかった。あーマジキレ悪い。ゲーム、ゲーム、聞こえてる。ああ、大丈夫だ。ああ、よかった、死んだかと思ったわよ。あいにくだな。いきなりゲームオーバーか。ベントンに地下鉄は陽動作戦だと伝えろ。本当の狙いは他にある。ローマはどこだ。カメラが壊れてわからないのよ。1階へ向かってるのを見たのは最後。ギルドはトンネルを走ってたわ。ここからは出られない。他の出口を探す。さて、他の出口を探すということらしい。じゃあどうだ、こっちか。気をつけないと炎で燃えそう。うまい。ちゃんとね、歩くのと旋回とね、これちゃんとうまくやっていかないと大回りになってね、多分炎に突っ込んで燃えるっていうわけのわかんない事態に陥るから。ちょっと、怖いよ怖いよ怖いよ、来ないで来ないで来ないで、怖いよ怖いよ。俺こういうの嫌いだから。バイオハザードにもあったよねこんなの。ちょっと銃弾はないの。あ、そう、使えねえやつめ。ここはもう壊れて開かない。おーおーおー、お前お前、仲間が燃えてんのにそのアグレッシブさ。助けてやれよそれで。おお、お前電車乗ってたの。電車乗ってた感じ。まあいいけどさ、いいよ、乗ってても乗っててもいいんだけどさ。じゃあここでこう降りて、炎に焼かれないようにここに登ったはいいけど、ここは行き止まりと。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあこっちか。
こっちかっつってさ、さっきも来たけどなんもなかったんだよね。これ登れるのかな、自動販売機。お、登れる。登ったところで弁当もねえしな。どういうことだこれ、どういうことだ。こっちじゃないんでしょ、こっちじゃなくて、このマジファイヤーしてるところから出れないのはまあなんとなくわかるから、こっちじゃねえのか、こっちか。あれでもこっち上がってきたところだからこっちじゃないんだな。え、じゃあどこ、え、じゃあどこ、え、どうすればいいの、これもう。もうわかんないよ、俺。ああ、もうわかんねえ。なんだこいつみたいなね。え？いや、ほんとにどこだろう。ここ登っ、あ、電車の上登るのか。わかったわかった。絶対そうでしょ。いやー、絶対そうだわ。はい、大正解。ありがとうございました。はい。わかった、敵の爆弾を見つけて爆破してみる。あ、爆破しちゃう、爆破しちゃうのか。つうかさ、これセーブクリアした後じゃないとできないからさ。あーっと、待って待って待って、あー、ちょ、やばいやばい、それ、あー死亡しました。ああ大丈夫だ、はい、ということで、今回はちょっと短めになっちゃったけど、このままだと俺がゲーム終わるタイミングがどんどんなくなっていっちゃうから。そうだね、じゃあ今回はここからは出られない、これで他の出口を探す。はい、今回はこれで終わりにしたいと思います。で、続きはまたこの地下鉄のところからという感じで。で、とりあえずまあ、ワンシナリオ3回みたいな感じでちょっとやっていきたいなと。いや、でもなんか多いのかな。いや、多くないか。結構これ難しいらしいから、まあ、ワンチャプター3回で、ネタバレが載ってて、これ、全20ステージらしいから全20ステージらしいから、まあ大体60回かな、もっと短くいけたらいいけど、40回ぐらいでいけたらいいなって感じかな。あー、次回から20分にしようかな。そしたら2回に分けられるかも。うん、じゃあそこら辺はちょっと考えておきます。多分20分になるかな。4回目から20分になると思われます。ということで、はい、続きはまた次回。それじゃあ、またな。